はい。でね、続きです。えっと、まあ、あの、構造というかね、あの、まあ、プログラムみたいなものに例えるとして、まあ、そのプログラムってやっぱりバグが発生することだってあるじゃないっていう話ですよね、えー。構造が破綻する瞬間だってあるだろうと。構造に亀裂というかね、亀裂や矛盾、裂け目みたいなものが生じてしまうことってあるじゃないかっていう話ですよね。まあ、ああの、我々がね、日常的に使ってる言葉とかだって、そういうことは起こるわけで、まあ、例えば、あの、 パラドックスってものがありますよね、えー。パラドックスっていうのだってある種の構造、言語構造の破綻と言えるかもしれないですよね。まあ一番有名なのは嘘つきパラドックスですよね。ある男が私は嘘つきだと言ったっていう文章、これがもうすでに矛盾してるんだっていうね、のが嘘つきパラドックスですよね。 本当に男が自分で言う通り、私は嘘つきだって自分で言ってる通り、嘘ばっかりつく人間だったら、その、私は嘘つきだって発言が真実になってしまうから、そいつは正直者だってことになるっていうね。そういうのが嘘つきパラドックスですよね。まあそういうのもありますけれども、まあ言葉の破綻ですけどね、今の場合は。まああの、もっとね、別の、えー、拡張高い例を。 見てみようというところで、あの、プリントを使います。というわけで、一回動画を止めてね、そっちのプリントをダウンロードして印刷してほしいのだが、あのー、コースパワーからダウンロードできるプリントの5番、えー、05番アブ、アブラハムの宗教とイエスの原稿っていうね、あの、えー、プリントがあると思うんで、これをダウンロードして印刷してください。えー、じゃあ一回、あのーえー、なんだろう、<laughs> 休憩じゃないけれども、一回止めてやってね。 はい、えー。じゃあダウンロードして、えー、見てみてくれたかなで、まあこれね、あの、急にね、あの、格調高いキリスト教の歴史の話なんですけれども、まあまずあのね、大学の教養の授業でしょうし、キリスト教についてのね、ねあの、一般常識を確認しておきましょうか。で、最初のアブラハムの宗教っていうところにね、あの、 なんというか、経図みたいのが書いてありますよね。で、説明が書いてありますけれども。え、このアブラハムというのはどういう人か、文章で書いてあります。ノアの洪水の後。まあ、あの、え、ノアの箱舟の話ね。さすがにみんな知ってるよね。ノアの箱舟の洪水の後、神に選ばれた最初の預言者がアブラハム。この預言者の世って、あの、勘違いしないでください。間違えないでくださいね。預かるって書いて預言者ですよ。神様の言葉、預かる人で、未来予知する人って意味ではないですよ、これは。勘違いしちゃダメですよ。他の授業で、あの、間違いになりますからね。 これ、あの、未来予知の世にしたらね。で、このアブラハムさん、神から言葉を授かったアブラハムさんは、えー、彼は神の啓示に従い旅立ち、約束の地を与えられた。まあ、それがイスラエルなわけですよね。まあ、ここをめぐってね、あの、みんな、あの、争ってるわけですけれども、現代でも。全ユダヤ人の子祖であり、ユダヤ教で重視されるのは当然のことだが、まあ、つまり、アブラハムの子供たちがユダヤ人なんだ、約束の地を与えられたんだって話ですけど、続きね。 イスラム教においても全アラブ人の始祖である。ここがポイントですね。家系図見てください。えー、アブラハムの右隣にいるのがサラっていう女性。 これは、あの、奥さんです。精細。で、この間に生まれたヤコブという人が、全、えー、ユデヤ人の子祖となった。ご先祖となったと。で、当時一夫多妻なんでね、サラが連れてる女奴隷っていうのも、えー、アブラハムの、あまあ、妻というか、第二夫人みたいな扱いなんですけれども、まあ、このハガルっていう女奴隷とアブラハムの間に生まれた子供が、イシュマエルって言って、全アラブ人の子祖になったと。と主張してるのが、のイスラム教なわけですね。 えー、だから、あの、えー、勘違いしてる人がいるかもしれませんけれども、あの、イスラム教とキリスト教とかね、ユダヤ教って戦争してるイメージがありますけれども、全部ね、一緒の宗教だからね、ほん、もともとは。 元々ユダヤ教があったんです。そのユダヤ教から、えー、枝分かれして、こんなユダヤ教なんかじゃ、あの、みんなを救えないよっていうふうに意義を申し立てる人が現れて、ユダヤ教のもう新しいグループとしてキリスト教が生まれて、さらにさらに新しいグループとしてユダヤ教からイスラム教が生まれたっていうところなんですよね。まあだからあの、この説明文の最後の方に書いてありますけど、イスラム教ではヌーフ、ノア、ノアの洪水の、えー ノアの運べのノアはヌーフだし、このアブラハムはイブラーヒームだし、モーセね、あの、神から、神の言葉を授かったモーセ、モーサはムーサー、イエスはイーサーと言われて、ムハンマドが五大預言者とする。これイスラム教の考えですよ。 当然、ユダヤ教やキリスト教ではムハンマードはカウントしてませんから。からイエス・キリストでさえイスラム教は認めてるんですよ。あの人、あの人も、えっと、予言者、何人かいる予言者の一人なんだっていう話でね。この、アブラハムの宗教と言われるユダヤ教とキリスト教とイスラム教の争いっていうのは、あの、 まあ、例えばみんなもあの、スマホ使ってたらね、アップデートされていくでしょあの、えー、アプリとかがね、えー。自分たちのアプリが最新で最後だって主張してるんですよ。もう、自分たちこそが、あの、一番新しいバージョンで、で、これが最後のバージョンだってそれぞれ主張してるわけです。そういう違いであって、まあ、同じアプリなんだよって話で、同じ神様信じてるんですよ。この、キリスト教とイスラム教という大教。 で、イスラム教だったら、そのムハンマドっていうのはもう最後の預言者だからって。神の言葉を最後に預かってきた人はムハンマドですからって。でも、イエスだって確かに、神の言葉を預かった何人かのうちの一人としては認めますよってイスラム教は言ってるわけです。でね、まあ、あの、大学の先生なんかはね、嘆いてますけれどもね。要は私がこういうふうに教えて、えー、まあ、 ま、知らない人は、まあ、知っててはそれは万々歳なんですけど、知ってたら一番いいんですけれども、あの、実はこの三つは同じ神様を崇めてますよっていうことに関してね、まあ、驚いてほしいわけですよね。あの、知らなかった人は、今初めて知った人はよ。あの、えー、あんなに仲悪そうに見える三つの宗教が実は同じ神様を信じた、信じてたんですかって驚いてほしいんですけども、大学の先生が何で嘆いているかっていうともう、驚くことさえできない奴がいるっていう。だってもう、ユダヤ教とキリスト教とイス 教がが争争っっっててててたたりり戦ししるるいいいいううそれすら知ら知ない子がいるんだよっていうね恐ろしいよね。でもそういう人でもね、立派に社会の一員になって働いていくんだからね、あのまあ分からんもんですけれどもね、必要な知識というのは何なのかね。で、あえっと、なんか話がすっかりね、あのずれちゃった。まあ要はあのイエス・キリストについて学ぶためにね、基礎的なことを確認してたわけですね。 で、これから出る話なんですが、あの、このちょっとプリントの下の方、えイエスの原稿とユダヤ教の立法っていうのがあってえ、ユダヤ教っていうのはね、あの、ちょっとすいません、私もあの、全然知らなくて、あの、変な例えしか出せないんですけど、めちゃくちゃ細かいルールがある宗教なんですって。例えば、何曜日に採れた鶏の卵は、えー、自分のものにしてはならないとか、食べてはいけないとか、なんか、そういうね、すごい細かい決まりが、決まりがめちゃくちゃある宗教がユダヤ教なんですって。 お、何曜日に取れた鶏の卵を食べてはいけないとか、まあ、あるいはまあ、これは完全に私が今、あの、こういうのがあるんじゃないのって完全に架空で考えてるんですけど、まあ、神殿に入るときは、右足から入って、何歩歩いて、立ち止まって、また左、今度は左足から歩き出すとか、なんかそういう多分細かいこともね、あの、言ってるようなイメージの宗教なんですよ。本当にそんなこと言ってるかわかんないですけど、で、でその、めちゃくちゃ細かいたくさんあるユダヤ教の立法、まあ、立法と言うんですけど、宗教的な決まりを。それに精通して、守ることができた正しい人 えー、というのがあのパリサイ人、レビ人、えー、神殿の司祭、当たり前ですね、宗教関係者、立法学者、えー、神の決まりについて、神が定めた決まりについて研究する人が立法学者で、パリサイ人、レビ人というのはユダヤ人の中のグループです、ユダヤ人と別の民族じゃないですよ、ユダヤ人の中のグループ、だからここに上がってる人たちはもうあのエリートなんですよ、エリートでめちゃくちゃ細かい決まりを知ってると。 で、えー、当時ね、あの、ユダヤ教の立法によって、汚れた人とされた人たち。まあ、今みたエリートから見下されてる人たちは、病人。病気は汚れなんですよね、この時代。怪我人も。怪我っていうのは汚れ。で、障害のある人々、先天的なね。 後天的なのでもあのそうなんでしょうけどもで、えー、当時ねまた当時ユダヤ人はサマリア人を軽蔑し触れることも口を聞くことも避けていたてサマリア人ももともとユダヤ人のグループです、えー、サマリア人はもともとユダヤ人と同じ民族に属していたがだからユダヤ人の中にあるグループがサマリア人ね紀元前8世紀にアシリアに侵略されて補修された際、えー、異教の影響を受けて正統なユダヤ教から離れていたってまあだからいろいろ歴史的な経緯があってね 他の国のあの、えー、他の国で人質みたいな奴隷みたいになった時に、まあ、ちょっとあの宗教的なことから、あの決まりからね、離れて分かんなくなっちゃったっていうことですよね。えー、で、えー、で、しかしイエスは、イエス・キリストね、ユダヤ社会における正統派であるパリサイ人の方を白く塗られた墓と呼んだっていうね。パリサイ人はエリートですよ。エリートで正統派の方をイエス・キリストは白く塗られた墓と呼んだっていうことなんですね。 まああの、だから、もう死んだも同然って言ってるわけですよね。お前らなんか気持ちがこもってなくて死んだも同然、エリートかなんか知らんがって。言ったのがイエス・キリストというお方だったっていう話ですね。で、あの、この下に書いてあの、レビキよりの抜粋っていうのがあって、主はもう、モーセに王政になった。あなたの子孫のうちで障害のある者はとかって、神に食物をさげな勤めをしてはならないとか、いろいろ書いてありますけど、これはあの、単なるあの、例です。あの、本当に聖書に、あの、障害のある人や、怪我のある人や、あの、ええー、 え、病人を、あの、遠ざけるように、汚れだが遠ざけるように書いてあるよと。まあ、旧約聖書にはね。で、えー、さっきの話ですと、あの、ユダヤ教は、旧約聖書のみを報じてるわけですよ。で、えー、キリスト教っていうのは、旧約聖書と新約聖書を、こう、えー、ま、聖典としてるわけですけれども、新約、旧約っていうのはユダヤ人の歴史が書いてある本です、基本的に。ユダヤ人から見て、この世界はどのように生み出されて、人間はどのように生み出されたかって、あの、アダムとイブの話とかね、天地創造の話とか。で、新約聖書 聖書っていうのはキリストイエス・キリストさんがどのような人生を送ったかってことが書いてあるのが新約聖書なんです。これ役っていうのは約束の役でね、神様との約束だからね、古い約束と新しい約束って。当然ユダヤ教はそんなイエス・キリストの人生なんかこう、えー、まあ、 関係がないもので、キリスト教は旧約も新約も認めていると。で、イスラム教になると、その旧約、新約に加えて、まあさっき話したようにイエスのこともある程度認めてるから、コーラン、えクルアーンって言ったりしますけれどもえ、ムハンマドがし、あの、表したそれをね、あの、最重要の書物とみなしているというわけですね。まあというわけで、あ,あ、もう時間がいいとこなんでここで切ります。